あ、そう、あとね、整形のレベルってね、他の国すごいのよ。日本って、あからさまな整形しないじゃん。その、ナチュラル系が割と行くんだけど、他の国の人って、整形のコストってそれなりにかかるから、割とその人生かかってて、なので、整形してるアジア系の美人って、すげえ美人なのよ。文句のつけようのない美人なのよ。要するにさ、文句つけようと思ったらそこ直せばいいんだけど、スタイルはそんなに良くないんだけど、顔、形としては、すごく美人。その骨格も含めて削れるから、どう見ても突っ込みようのない美人っていうアジア系の人っていうのが、東南アジアに行くと結構いるのよ。だってさ、その、直せばいいんだからさ、いくらでも直せるのよ。で、それなりの、そういう店に行くと、それなりのそういう人っていうのがいて、要は下手な日本人の美人じゃ絶対勝てないのよ。だって顔にほくろもシミもないし、で、若いうちに整形するから、年齢もそれなりに低いのよ。日本ってさ、整形できるぐらいのお金持ちになろうとすると、それなりに年齢がいっちゃってるから、結局年齢いってる感がありながら整形してる人になっちゃうのよ。なんとか姉妹みたいなさ。で、そうじゃなくて、割とその20代で突っ込みようのない美人みたいな人がいるんですよ。でも、なんとなく整形してるなっていうのは、大体みんなわかると思うんだけど、っていうのもいるのよ。で、それに比べるとさ、やっぱりその、普通の日本の子って見ると、全然可愛いとは思うんだけど、美人可愛いレベルでいくとそんなに高くないのですよ。これ客観的な話ね。はい、金尾姉妹、それ。なんであれを美人だと扱うんだろうね。いい年こいたおばちゃんなのに。すげえ整形してるっぽく見えない？これ嘘です。僕嘘つきなんで嘘をつきましたけど、その、カナオナンタラさんってさ、明らかにさ、日本人のさ、顔の構造とは違った顔の構造してるじゃん。あれ日本人ってそういう唇になりませんよねみたいなさ。だから、あれをさ、よく許容して美人って言ってるなってすごい不思議なんだけどさ、ほんとすいません。これ昔ね、テレビの録画で喋ったけど、オンエアされなかったって話があって、日本人で美女とか言ってんの中途半端じゃないですかって言ったら、そのままオンエアされなかったことなんだけど、日本人で美人って言われるのって、結構、ハーフタレントが多いんですよ。で、ハーフタレントの人って、日本人の血が混じった西洋の人で、なんだかんだ言って、こっちってアホみたいな美人がいるんですよ。例えばさ、世の中に四大ファッションコレクションっていうのがあって、フランスのパリコレとか、ミラノのコレクションとか、ニューヨークのコレクションとか、一応東京も入るんだけど、で、パリコレっていうのがあると、世界中からスタイルが良くて美人な人が集まるんですよ、パリに。モデルさんがね。で、そこでファッションショーをやるんですけど、で、そういう人たちって、本当にエリートの人たちは車移動するんですけど、すごく有名なファッションモデルの人とかね。でもそうじゃない人たちっていうのもいて、そういう人たちって、普通に街歩いてて、移動はタクシーなんだけど、飯食ってたりするんですよ。なので、そうすると、街歩いてると、世界美人レベルのランキングの100位以内みたいな人たちっていうのに、出会う機会がちょこちょこあるんですよ。スタイルも180センチ以上あって、顔も僕より小さくて、でもすげえ美人みたいなのがザラにいるんですよ。たまたまうちの彼女と飯食いに行ったんですよ。近所の飯屋にね。で、横のテーブルがちょっとパリコレの時期だったんで、モデルさんが飯食ってたんですよ。5人ぐらいだかな。もう5人めちゃくちゃ足長いから、そもそもテーブルの椅子になんか足入りきらないとかで、で、5人とも美人なんですよ。で、それがね、割とその年に2回ぐらいあるんですよ。そういう時期が。で、そのパリコレじゃなくても、美人で金持ってて、パリに来たことない人って多分いないと思うんですよ。それなりに美人の人って美的センスがあって、化粧だったりスタイルだったり意識してる人なので、そういう人ってパリに来たがるんですよ。なので、街歩いてる時に、すげえ美人って、ザラにいるんですよ。その、アジア系の人も含めてね、アジア系なんだけど170センチくらいあって、すげえ美人みたいな人もいるんですけど、で、そうするとさ、なんか、世界美人ランキングトップ100みたいなのをさ、見てる状態でさ、日本に行くとさ、まあ言うても、身長160、行っても170みたいなさ、ちょっとぽっちゃり系みたいなのが、美人っていう風に扱われてて、ああ、そうなんだ、そうね、この国だとそうね、みたいな、だからね、ほんとね、困るんですよ。
あの、なんかさ、キャバクラとか連れてかれるじゃないですか。んで、その子たちって自分チヤホヤされてるから、美人っていう体で僕に話しかけてくるじゃないですか。だから、言うなれば、その、小学生が、あの、私、小学校の中で美人って言われてるんですっていう体で声かけられて、あ、そうだ、よかったねっていうので、全然わからんわ、それっていう感じ。でも、あ、これ、やめようか、この話ね、本当にね。ああ、美人も運であるかどうかってことね。でもね、美人は作れますよ。美人かどうかっていうのは、相手の人が美人かどうか思うというのによって決まるんですよ。例えば、ロリ系が好きな人っていうのもいらっしゃるわけで、じゃあ、8等身で180センチあってスタイルがいいと世間で言われる、ビクトリアーズ・シークレットに出てくるような人たちが好きっていう人と、タルドル的な、そんなになんか、3サイズの差がそんなにないみたいな人が好きっていうのもいて、相手に対してどちらの方が強いかっていう問題なので、じゃあ、自分が口説きたい相手がどちらが好きなのか、それに合わせて、ツインテールがいいのかどうか。例えばツインテールって一般的にはキモい髪型なんですよ。でもオタク系の人にとってはツインテールは可愛いという認識になるんですよ。なので相手、自分が落としたい人がどういう風な人を美人だと思うか、それに対してどう対処するかどうかっていう、実は行動によって美人かどうかって変わるんですよ。なので美人って絶対的なものではなくて、割とその相対的なものなので、そこは要は自分の能力とか自分の行動によって変化を起こせるので、美人っていうのは運ではないです。でイケメンもさ、清潔感とか言うんだけど、結構ねイケメンのね3割は髪型かな。結構ね髪型で人は騙されるんですよ。なのでみんながみんなこの生まれつきで決まってると思ってる人っていうのが、結構生まれつきではない要素で変わるっていう気はします。はい。男性の方がね、髪型の比率は高い気がしますね。